皆さんこんにちは。ただいまね、長野県下伊那郡大鹿町大河原というところに来ております。はい、ここはですね、潮見岳は登山口、三福峠のね、登山口でもあります。鳥倉のね、登山口の、第一駐車場、まあ、で実はね、鳥倉の登山口はもう少しこう50分ぐらいね、さらに林道を歩いた先にあるんですけども、ここはね、あのマイカーのゲートがねありまして、規制が入っててですね、一般車両ここまでということになってます。で、バスに乗るとですね、あの鳥倉の、あの登山口まであの行くことができるんですけども、まあ、マイカーの場合はねここまでになってますね。で、ただいまの時間、はい、9時41分、ほぼほぼ10時っていうね時間帯ですけども、駐車場ね7割ぐらい、ね、埋まってましたね。いやー、もう本当にね、7月5日か金曜日、三福峠小屋ね、営業開始しまして、ね、今シーズンの夏山が始まったということで、まあね、天気もね今週末いいということでね、まあ、多くのハイカーさんがねこの金曜日、明日の土日っていうところをね狙って、潮見岳をね目指して、行く準備を整えてるといった感じでしょうかね。で、明日ね、ちょっと10時からねテント受付ということで、まだ時間的にはね、まあ、割と余裕がある、感じになりますんで、まあ、7時スタートっていうね予定をしております。で、実は今回ね、いつもソロ登山なんですけど、今回は違います。ゲストがおります。また明日のね朝、ゲストをお迎えしてね、その時にご紹介したいと思いますんで、今日はねちょっとこのままもう休んで明日に備えたいと思います。それではお待ちください。はい、おはようございます。時間は6時47分ですね。はい、今ここ鳥倉の第一駐車場のゲートの前です。今回はソロ登山じゃなくてゲストがいるんですよね。なので楽しい参考になると思います。それではゲスト紹介しましょう。じゃん、ケンさんです。よろしくお願いします。ね、今回はちょっと2人で、楽しい参考をしていきたいと思いますので、じゃあ頑張っていただきましょう。じゃあレッツゴー。おトリクラの登山口まで到着しました。先ほどの第一駐車場から50分コースタイムだったけど、まあ割とどうだろう、今7時29分、スタートって何時ぐらいでしたっけ。6時50分、あ、30分できた。割と20分ぐらい巻いて来れてるんでね、まあ、いい感じのコースタイムで来れてると思います。ただちょっと見えにくいかもしれないですけど、ここからガツンと、ね、標高上げていきますんで、ペースをしっかりね落としていきますしっかり落として安全第一でいきたいと思います。はい、まあちょっとね、要所要所見どころがあれば撮ってきますけど、まあおそらく三福峠までね、サクッと上がってからになるかなと思います。じゃあ頑張っていきましょう。あ、今登山口から2時間ぐらいですかね登ってきまして、ちょっと小休憩入れたいと思います。ね、すごく涼しくて気持ちいいです。まあちょっとね休憩してのんびりと三福峠まで向かいたいと思います。これ今ハイパーライト2つ並べてるんですけど、まあ右側がね、僕のサウスウェスト3400で、左側がウェイポイント35リッター、まあ、ウェイポイント35がねいいサックなんですよ。これ見た感じサイズ感的にはあんま変わんないですよね。サイズ変わんないけど35リッターで結構ね機能がもう盛りだくさんでね、めちゃめちゃいいサック、すぐね人のザックがよく見えるっていうねあるんで、いや、またちょっとこれケンさんのザックなんですけどね、また天場の方でじっくりとね、このウェイポイント35をね今回紹介していきたい、まあ別動画になると思いますけど、またねちゃんとやっていきたいと思います。日本社会峠三福峠小屋まであと200歩です。三福峠小屋到着しました。ちょっとここが小屋の裏手ですか ね、そんな感じで結構ちゃんと整備の行き届いてる小屋です。今日は、ね、営業開始2日目っていう感じなんで、ね、インスタの方ではもう準備万端っていうような写真が上がってましたけど、ちょっとテントの受付してテント張っていきましょうかね。
はい、ラジオマン設定完了しました。はい、こんな感じです。もういつもの、かっこいいランシャーファンがビシッと、ビシッとこう立ってくれました。いやー、いいっすね。これだけでご飯食べれちゃいますね。はい、で今回はケンさんの、MSR 幅シールド1、幅シールド1ダブルウォールで、自立式、モノポールですよね。ちょっと Y 字に先割れしてる構造ですけど、いやこの、テントもね人気のモデルで、後でこれやりましょう。詳しいちょっとテントに荷物入れてからね、また詳しく見ていきましょう。今ちょっとお昼ご飯準備してるんですけど、お昼は小西の白飯と稲葉のタイカレーです。ちょっとね、まずはガツンと美味しいものを食べて元気づけですね。ナイス。これをこんな感じで入れるから今は、いいっすよ。ただ缶が邪魔くさいっすよね。避難小屋はどこに行かれるんですか？あそこ、次の方行こうかなと思って。うつき。中央の。はいはい。まあ、はあ、はあ、ありますね。うつき登る手前ぐらいの。あれ、小浜でヒュッてって友人ですよね。人いますよね、あそこ。いますね。ですよね。うん。あそこのちょっと下に、うつぎ平のお花畑があって、そこに避難小屋があるんですよ。そこは無人の避難小屋なんで。ハードだと、ハーですね。うん。いや、まあまあ、体力、もうちょっと。今、三福峠小屋ですけど、ここから、烏帽子岳に向かいたいと思います。はい、ちょっとまだね、雨が降ってはないんですけど、天気がちょっと少しね、曇りがちになってきてるんで、どんな感じかなっていうところありますけどね。まぁ、ちょっと、いい景色を送れたらと思いますんで、じゃあ頑張っていきたいと思います。こっちですよね。右ですかね。はい。あ、そうか、明日もここから行くのか。そうですよね。こっちから来てるんだ。これ少し上がってきたら、すごいね、お花畑でした。あ、ちょっとこれいかんね。ルートからね、こう入らないように、ネットで、覆われてますけど。はい、この右側の方が、すごい、一面のお花畑ですね。これは、あ、どっちなんだろう、向こうじゃないですかね。向こうでしょうね。こっちはなんか多分、危険地帯。すごいですね。だいぶ、ダイナミックな地形変化ですね。天狗岳まで2726m。結構ね、登りごたえがありますよ、これ。疲れた。はあ、ちょっと登ってきただけで、疲れました。はあ、この辺にこう可愛らしいね、高山植物も咲いてるんですよね。はあ、しんどいわ。ケンさん寒くないかなと思うけど大丈夫なのかっていういや、ちょっと天狗岳が思ったよりしんどいんでね、登り方があるんで、まだあと150ぐらいあります。まだもうちょっとね登るんで、まあ、ちょうどいいですよ。ここすごく、これ見てね、こんだけ下からこうガーッとこう冷気が吹き上がってきてて、めちゃくちゃ気持ちいい。いや、生き返りました。さあ、あと少し頑張っていきましょう。心拍さっき見たら今143 2598m。 こんだけ涼しくてめちゃめちゃ歩きやすいのに、ねえ、このなんか疲労感だけがね、ズシッとくる感じ、ねえ、まあ、これこそ山歩きって感じですけどね。まあ、あともう少しだと思いますけど、
烏帽子岳2726m 到着しました。烏帽子岳2726m 烏帽子岳やりました。はい、というわけでちょっとご覧の通りもうガッスガスで、ね、展望ゼロです。で、ちょっと雨もパラパラってきてる感じですね。なのでちょっと一旦あの天候回復の見込みもなさそうなんで展望戻ろうと思います。一旦ちょっとあのこれからあと1時間ぐらい雨が予報になってるんで、じゃあレインウェア着用しました。いやちょっと風も吹いてるんでね、割とレイン来たら暑いかなと思ったけど全然大丈夫ですね。ちょっと下りでね、下りなんで電話まで急いで戻りたいと思います。めちゃめちゃ遠い水場に着きました。いや立派な小屋になってますけど遠いっすよ、とにかく。これ大変だわ、これちょっと水汲んで、ね、帰りたいと思います。これ多分今エマージェンシーモードの1200ルーメン、これめちゃめちゃ一番明るいモードなんですけどね。いやまあね、明るいは明るいかもしれないけど、まあ、使う用途がねよっぽど緊急事態だったりねするケース、これストロボになるっていう感じなんですよね。というわけでまあこういうねあのサブライトとして蛍光するには、まあ、悪くはないかなと思います。軽いでね、39g。はい、そんな感じですね。これザックのショルダーストラップなんかにね、取り付けて、蛍光したりね、することもできます。ちょっとまたテントの中で物探したりとかね、そういう時に使えると思うんで、またテントの中でも使ってみたいと思います。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、疲れましたね。疲れましたね。いやー、天気もね、予報通りこんな感じなんで、ちょっと一旦テントの中で、ちょっとゆっくりしましょうか。ね、雨上がるまで、少し、ね、あの、休憩しましょうかね。ね、はい。いやー、ちょっとね、烏帽子岳まで行ったんですけど、まあ帰りに雨が降ってきて、まあちょっとね、レインウェア着用して、ね、ウェットハイクになりましたけど、まあ一旦ちょっとテント持ってきてね、あの、今、休憩してるところになります。ちょっと少しゴロンとして、まああとは少しね、雨が上がるまで、テント内でくつろいでいきたいと思います。雨上がりました。ちょっと小屋で、買い物しようと思います。もう時間がね、今、14時42分、5時までって話なんでね。今のうちに、明日の必要なもの買ったり、記念品を買ったりしたいと思います。晩酌会。晩酌会。夏山の、うん、ベースレイヤーは、河川か、うん、ウールかみたいな質問してるんです、アンケート。あれ、どうでした？河川7割、うん、ああ、そうか。でも僕もそっちの河川派だったから、うん。まあだけど河川派っていうか、ちょっと河川って幅広いですけどね。河川を聞いただけです、うん。まあ今も単純に来てるだけなんですけど。うん、いや、いいのかなって思うんですけど。僕なんかどっちかっていうとやっぱ、寒がりなんで、その今日みたいにやっぱちょっとウェットになったりすると、すぐなんかもう冷える。冷えますよね。やっぱ濡れるとやっぱあかんですね。そう。
やってもうただそれ。なんか前これ、なんか他のズボンでも同じことやらかしてて、学習能力がないんで。さあ、よいしょ。テーブルなんかも持ってきてたけど、もう重たくなるからやめました。もう全部天然物を活用するっていう。何だ、昨日ちなみに睡眠時間何時間ですか？睡眠時間あんま、どうですかね、そんなないです。ですよね。そんなないです。心配しました。職場で、そんな話をしてたんですよ。うん、ちょっと今日僕珍しく、山友さんと一緒に山登るんだよねって言ってて、で、夜勤明けで行くって言ってたんでとか言ったら、もう周りがなんかざわついてました。マジですかとか言って、そんなんだら吐きますよとか言って。もう寝ないと多分ダメな人。でもそんな寝てないじゃないですか。あ、今日ですか。いや、今日バリ寝てます。バリ寝てバリ寝てて、バリ寝ててへばってるっていう。もうね、着いたのだって何時だったかな、10時半ぐらいでしょ。あ、で、いや、なんか7時って言われてたから、うん、まあ1時間ありゃいいかなと思って6時に目覚ましかけてて、まあ5時ぐらいに目が覚めましたけど、うん、なんか周りがガチャガチャしてた、うん、まあ、でもなんかね、ちゃんと寝れてますよ。あ、本当ですか。うん、なんかすげえビビってたけど、いろいろ考えてみると、まあここに置いていけたりとか、軽くしていけたりとか、涼しいうちに歩けたりとか、条件はだいぶいいですよね。多分、大変ですけどより全然早く来ると思いますよ。今日なんか、その食堂、食事したとこで食べてたら、うん、他の人たちが話してたじゃないですか。うん、だいぶ人より早めに着いたみたいな。うん、山腹峠に来て、塩見れして下山しちゃう人がすごいな。お待たせしました。今回ね、保健さんの MSR の、テント幅幅ちょっと、チェックしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあテントね、せっかくなんで見ていきたいと思います。これまあワンパーソンなんですけど、幅幅シールドワンですね。こういう普通のクロスじゃなくて、なんですかね、ここみたいな、はい、っていう感じですね。ああ、Y 字に割れてて、こう思いっきり同じ形で、同じ形で向こうに繋がってる。はいはい。両方ともこうシンメトリーな、そうですね。Y 字のポール構造になってる感じですかね。頭を、そうですね。寝た時に頭をどっちでもいい感じにできるっていうのが、結構いいなと思ってて、はいはいはい、で、あれがなんかサイクロンポールだったかなっていうので、うん、あのジョイントの部分ですか。そうですね。で、なんか結構すごく曲がるんですよ、これ。曲がるけど普通にまっすぐ今ったら元通りになっちゃうというところで、うんうん、それがいいらしいです。結構このポールがそのこのしなることでその恐怖にも耐える、そう、ね、そんな感じですかね。今なんかこれがシールとかなんかって言って、まあ従来よりも3倍の発生力なのかな、うんうん、なんか強さにもなってるっていうやつらしいです。従来が分かんなくて、分かんないですけど、結露とかどうなんですかね。結露どうですかね。でもまあある程度ここ空いてるし、うんうん、そうなんですかね。なまあそんなに数回しか気になるような感じでもないって感じですか。結露はないですね。で前の幅幅よりはこのメッシュの部分が少なくなったみたいな。ああ、これは上がここメッシュで、上だけです。こっち下はなんですかね。下は普通に何もこうメッシュではなくて、はいはいはい、はい、でこっちも一応あるんですけど、ここだけなんですよね。ああ、ここだけメッシュで、なので、あ、両サイドの、そうですね。これ残雪期僕ら全然いっちゃっていってます。はいはいはい、結構バスタブも高めなんですね。そうですね。でなので割と春夏秋使える、うん、なのかなと思ってました。はい、
あ、この天井のところも。あ、天井確かなんですよ。これ、ここね。横に。そうです、見てもらえると。クロスの。クロス、あ、クロスの。ボールが入ってて。そうです。で、こう、スペースを出してる感じですね。そうですね。どうなるかわかんないですけどね。まあ、ちょっと、使ってみて、検証してみます。重量的にはどんな感じなんですか？重量は900いくつだ、最大で1110だと思います。あ、実際測っても大体1100ぐらいですね、うんうん、でフットプリートだけちょっと自分ので使ってるんで。そうかそうか。じゃあ割とその UL っていう風に振り切ってる感じでもないけど、じゃないですけど、まあ、あれ三角テントでも一緒ないんですよね、うんうん、三角テントではないんですけど、うん、でも結構あの風に強い、耐えるみたいな。割と使って両線とかでも貼ったんですけど、風にはあ結構こうガイラインでしっかり固定する感じなんですね。ここを閉めると、まあ、ベンチレーションも結構デカめのやつがありますね。こんな感じでベンチレーション。ああ、大口径のベンチレーションが、ね、しっかりめのやつがあるんですね。これは硬質としては使えない感じですか？どうなんですかね。中からアクセスできます？できないです。あ、中からアクセスできる、うん、なるほどね。まあ、ここで結構こうギュッとこう締める感じですね。ここまで。あ、うん、フライとインナーとここでジョイントして、はいはいはい、ここでギュッと締める感じで、割と設営も結構簡単にやれる感じですよね。めっちゃ簡単ですね。なんかもかかったことないですね。で、4シーズンいける。3シーズンいけるテント。じゃあちょっと中の方チェックさせてもらって。中の方あそこにメッシュの大きいポケットがあって、こっちにもあるんですよ。だから、あ、本当だ、両サイド。結局、頭どっちでもいい感じで使えるんです。で、ここに、上に、ちょっとこう。あ、天井にも。そうです。天井にちょっと、天井に、これちょっとなんか返しがついてて、物が落ちんようになってるんですよ。ここに乗せてみる。すごい、すごいギミックがなんかありますね。なんで、まあ上に、ちょっと乗せたりは全然できるです、はいはいはい。これはちょっとあとはバーストクラスの居住性ですね。あとこれ今やってるけど、このここに中のこうちょっとかけれたりとか、あの普通こう外じゃないですか、こうやってぐるぐるって中にかけれるんで、これめっちゃ重宝してます僕。ああ、なんかちょっと他に小物類なんかも引っ掛けたりとか。そうですね、それもできるし、ちょっとした時にこうやってつければ。ああ、なるほどなるほど、邪魔にならないし。そうですね。こんなとこですかね。ランタンフックみたいなのがどんな感じだっけ。ここと、あ、そうなのか。ここと、ここと4つですかね。4つある。うん、ここと僕あのカラビナは初めからついたんですか。あれは僕つけました。あ、そうなんですね。そうですね。あの、物干しのクリップみたいな。物干しのクリップみたいに今まで僕。あ、そうなんですね。こうちょっといろいろと工夫して、してます。洗濯物的な、そうです。濡れたもの干したりとか。一人でしか行かないもん。うん、できたり。そんな感じになってますね。そうですね。こう収納がいっぱいあるのはいいっすね。でも、まあ、全然問題な、普通、一人用で全然問題なく使えてるんで。そうね。あ、そっか。だからちょっと横幅が、狭いかもしれない。一人用ワンパーソン的なスペース感になってる感じですかね。うん、そうですね。まあ、その分、この前室が割と広めに取られてるから。で、あれが垂直に立ち上がってるんで、結構頭周りっていうのが結構垂直に上がってるんで、あの辺にも、こう、物がちゃんと置けたり、こう、斜めじゃないんですよね。なんで、あの、頭のちょっとクリアランスがちょっとだけ広いんじゃないのかなとは思うんですけど。頭周りのところのね、やっぱこう、近いとストレス感じたりするんで。そうですね。まあ、そんなとこもありますね。はい、わかりました。まあ、これちょっと、MSR の幅ね、買うの、検討してる人とか、
ちょっと新しいテント検討してる人とかね、すごく役に立つと思うんで。ちなみになんかこのループはなんですかね。ああ、強風時にさらに補強する感じの。うん、はい、わかりました、ありがとうございます。これはちょっとだいぶ参考になると思います。まあなかなかお高いテントだと思いますんで、はい、これはちょっとね、すごくいい情報だったと思いますので、またぜひ、ね、検討している方はこの NSR のね、カバーは、ね、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ですね、ケンさんのね、スリーピングシステムはなかなかね、ちょっと尖ったスリーピングシステムで、まあ3シーズンというか、まあ夏炭鉱に向けてね、すごく参考になると思うんですよ。っていうところでね、もう僕もね、ちょっともう取り入れていきたいなって考えてるんで、まあ、ちょっとここで、まあ、ケンさんのね、スリーピングシステム紹介していただいて、まあ、皆さんのね、ちょっと夏山のテントワークで、まあ、どんな感じのね、シングル使っていきたいなって考えてる人の参考になると思うんで、ちょっとね、チェックしていきたいと思います。じゃあ、行っちゃいましょうか。よろしくお願いします。まず、行きましょう。マット。マットは、僕は、すぐパスしますけど、サーマレスト。サーマレスト。ネオエアウーバーライトですかね。ネオエアウーバーライト。はいはい。の、短いやつですね。いや、サイズ感。120cm だったわ。まあ大体あれですよね。UL でね、サイズ感って言ったらこのぐらいのサイズ感だと思うんで。で、いいのはちょっとここ、こう。あ、ピロー。ピローみたいな感じになってるんで、ここを普通に頭にして、受けて寝ちゃってます。はいはいはい。これ大、高さ的にどうなんですかね。どうなんですかね。もう、こう普段寝てる感じとそんなに変わんない感じですかね。そうですね。いや、このなんかピローセットはね、めちゃめちゃいいですよ。でまあ、R 値は多分2.2か2ぐらいで、まあ、多分夏用だと思うんですけど、はいはいはい、で僕はちょっとで軽くして、で足元にザクを多分置いて、よくやるパターンですけど。R 値2か、インサレーション入ってないですよね。入ってないです。でも全然、冬だったら夏は全然問題ないですし。ちょっと個人的にもこのマットはもうめちゃめちゃいいなと思ってて、軽いし。どれぐらいかちょっと調べていただければいいと思うんですけど、まあ、サイズ感的にこういうのを使うときって足がはみ出ちゃうっていうのがあると思うんですけど、まあ、ここはザックをちょっと下に置いたりとか、僕はそれで全然問題ないですけど、ね、することで、まあ、テントのありますね、マットがね長いやつを置くとテントの中邪魔なんですよね。まあそれがねこのサイズ感だと抜群にいいんですよ。あとこれのいいとこはちっちゃくなりますね。ああこれぐらいに。ああ、収納サイズがめちゃめちゃコンパクト。めちゃくちゃコンパクトになるんで、本当にいいです。外付けのマットとかも本当に必要ないし、まあ夏だったら、まあ、自分のところであればこれだけで、今のところパンクしたこともなく。ああ、うん。ちなみにこれってお値段いくらぐらいでしたっけ？いくらぐらいですかね。今まだこれ売ってます？売ってると思いますよ。ああ。売ってると思いますよ。であれば、ぜひちょっとね、これは、ゲットしたいアイテムかなと思いますね。はい、はい、続きまして、シュラフいきますか。はい、シュラフ。シュラフは、シートゥーサミットのスパークのゼロってやつですね。シートゥーサミットスパークゼロ。スパークゼロってやつで。なかなかまた尖った、シュラフ。で、これなんて言うんですかね、そのマミー型でもない、封筒型でもない。まあ、いいですか。ちょっと頭にこうやってあるんですけど、入れて、一応マミー型になるんですか？マミー型なんですかね。頭はね、これいないんですよね。頭、でもここ入りますよ。入るは入る、うん。入りますよ。頭まで入るやつで、これ見てもらうといいのかな。コンファットが14度で、ロアリミットが10度で、エクストリームがマイナス2度なんで、夏山用で、そうですね。僕、夏山これでずっと行ってるんですけど、うん、北アルプスとかも全然これで行っちゃってるんですけど、まあ、そんな寒い、まあ、中、インナーね、インナーに着るものちょっと着れば、全然問題ないですし、
逆に、まあ、確かにね、ダウンとか、うん、あのダウンパンツが大体持ってきますからね。で、暑い時も結構あるじゃないですか。うん、なんで、そういった時でも、なんか調整できる、で、やれば全然問題なく、一応いけてるんで。いや、これもなんか、ね。ダウン量が100だったかな。100グラムで、重量が多分220か、うん、そんなもんですね。これも本当すごくコンパクトになるんで、はいはい、荷物の邪魔にならないような感じですかね。うん、これ僕おすすめです、これは。本当に。全く問題なく、ずっと使ってます、これは。はい。これは、防水の生地ではないんですよね。ではないです。ではないです。でやっぱりその結露とかの時に多少こう濡れると。そうですね。それはあるかもしれないですね。あ、そうです。結露。うん。そうですね。で、確か850フィルだったかな。うん。なんで、で、100g 入ってるんで、夏山は全然これで。850フィルパワーの 100g。100g だと思います。ダウンですよね。そうですね。河川になって。そうです。ダウンです。いやー、なんかどん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 こう引かれてきますね。850ウルトラドライダウンってやつですかね。あ、ダウンに UDD みたいな。ダウンに何なの。そうです、ダウンにあれがしたいんですね。でもこれウルトラドライって UDD ですよね、うん、そうか、ダウンそのものに防水機能が入ってるから、 そもそもこの外側の生地に防水機能なくても大丈夫っていう。そうですね。で今これ確かスパークはもう新しいやつになっちゃってて、もう売ってないのかな。ああ、そうなんですね。これには、多分今新しい、うん、なんか、ここの生地が撥水になってたりとかってやつは売ってるんですけど、このスパークのシリーズは多分もう、販売してないのかもしれない。じゃあちょっとこれ気になってる方は最新のモデルをチェックしてもらうような形になりますかね。はい。ちょっとリンクは概要欄に入れておきますんで、またチェックしてみてください。で、やっぱりこの最後にそのブーストかけるためのソル。そうですね、ソル。使ってます。皆さんおなじみの。の、そうですね、これは、こう、姿になってて、ですね。ソルってなんか種類がありましたね。あります。エマージェンシーと、とビビってやつですね。ソルのエスケープライトビビってやつで、エマージェンシーとエスケープっていうのがあって、このシュラフとかにやるのはこのエスケープの方が、はい、浸透性があって、割とこう僕はそんな結露したことないんですけど、まあ、結露はするかもしれないですけどね、でこれをやることでいろいろ長期で重装するときでも、これだけで、このシュラフだけでちょっと寒いときもあるので、そういったときはこれやったりとか、これ単体でもいいですし、その辺の調整ができるのがいいかなと思って、これ自体もそんなに重量ないので、NASA のテクノロジーが入っているという。そうです。これ暖かいです。これ銀色のところに、はい、っていう話ですよね。これ暖かいです。残雪機とかでも、この軽いやつで僕、やってるんですけど、持ってたりして、ブーストかけたりして。このマットとシュラフと、このソル、3点セットで、そうですね。だいたい600g、うん。600ぐらいですね。600もね、いかないですね。まあ、普通だったらね、そのシュラフ1個でもそのぐらいのウェイトになっちゃうところが、もうシステム組んで、このウェイト。っていうところが。あ、そうですね。で、あと、やっぱその、気温によってとか、環境に適応して、こう、いろいろ調整できたりとか。あ、そうですね。まあ、その辺が魅力的ですよね。そうですね。その時に、軽いっていうのも。暑い時もあるじゃないですか、やっぱり。とか、そういった時は、やっぱこう、本当これだけで全然いけますし。はい。本当雨降ったりとかして、で、ちょっと保温したい時は、もう、行けばいいし。ってとこで、使い分けというか、いろいろな組み合わせで、なんか、使えるんで、僕はこれでずっと今、やってます。いやー、いいっすね。ありがとうございます。はい、これもちょっとね、概要欄にリンク全部入れておきますんで、まあ、これ僕が、もうすぐ行っちゃうかなって感じなんですけどね。いやー、これはね、本当に参考になりました。ありがとうございます。はい、もう、次の参考には、ね、夏の、ガチ系のやつにはこれで行きたいなと考えています。はい。多分皆さんもこれで、ね、夏山の参考にしていただければと思います。いや、今ちょっとケンさん家にお邪魔しててですね、ちょっとスリーピングシステム、体験させてもらってるんですよ。
で、さっき出たこのシートサミットのマット、これピロー付きじゃないですか。で、これ高さで抜群にいいっすよ。もう完璧です。もうね、文句のつけようがない。寝心地もむちゃくちゃいい。で、しかもこう、この、ね、さっき言ったシラフ、100g しか、ダウン入ってないとはいえね、十分あったかいです。で、さらにこのソールで、必要に応じてブーストかけれるわけなんで、で、しかもこれ、結露対策もね、これでできちゃうし、まあ、正直ね、答えが出ちゃったなって感じがしてますね。いや、これはね、本当にマジでいいです。おすすめですね。で、今日の晩ご飯を、晩ご飯チェックで。晩ご飯はもう、今温めてる最中ですか、ね、もう今温めようしロコモコに、無印のご飯半分ぐらいで、ご飯はご飯はこれです。一応これはモンベルモンベルの白ご飯。これ15分15分です、これ。あ、これじゃあオンにしてほしいなんですね。あ、ただ量が少なめなんですかね。少ね。で、あ、でも 100g。あれ？あ、そうですね。水入れると 260g になります。多分それぐらいだと思いますよ。多分。そっか。じゃあこれお腹パンパンになっちゃう、うん。なんで僕これ半分にします。あ、そうなんですか。半分にして、朝半分食べます。へぇ。で、朝半分、ここの中に、親子丼の素を入れて、はいはい。で、ちょっとお湯入れて、で、こうやってやると、固まってるご飯がまた元に戻るんで。あ、もう今お湯入ってる。もう入ってます。ますね、今、15分待ちです。あ、わかりました。じゃあまたちょっと、出来上がりのところに行きます。これがさっきの、無地の。無地のロコモコ。ロコモコ。あ、もうハンバーグ入ってないですか？ハンバーグですよ。ハンバーグで、ソースで。へぇ、これ激アツですね。これハンバーグが入ってるのハンバーグ入ってます。すごっ。入ってて、で、そうそう、ジップロックの中にやってるんで、うんうん、まあそのままポイってできるんで、これもう一回使いこなしてくる。こういうなんかあれですね、こうゆで物系はこのジェットボイルのなせる技ですね。そうですね。あそこにいるジェットボイル。すぐ秒で湯が沸くから、こういうなんか湯煎でなんか温める系のやつは湯煎とかはいいですね。いいですよね。うん、じゃあちょっとどうですか。え、どうですか、食べますか。うん、ハンバーグ。うまいに決まっとるやないかいみたいなね。負けがない。うまいです。いやー、いいっすね。ちょっとこれジェットボイルもね、こういうことできるんでいいんですよね。温めるだけだったら。ね、温めるだけだったらね。常にずっと火力が同じなんで。ね、あと、とろみができるんですよ。お、調整できるんですよ。なんで、常にマックスでバッとやってやらな、なくても、こんなんとろみで3分ぐらいでいいんで。山で簡単に。はい。ね、こんな。めちゃめちゃ美味しいものすいませんね。できる。ありがとうございました、はい、ただいまの時間19時6分。今日日没は19時7分です。はい、そんな感じでね、もうすっかり霧も晴れて、空もね、青空が出てきる感じですね。すごくいいね、夕暮れ時のテーマです。ちょっとね、バーッと焼けるかなと思ったけど、このままちょっと日が沈んでいくような感じですかね。はい、ちょっと初日は烏帽子岳行きましたけど、まあなかなか途中で雨降られちゃってね、ピークもガツガツだったんで、ちょっとね大変でしたけど、明日がね、いよいよ本番の潮見アタックということで、2時起き、3時スタート、コースタイムでは往復9時間っていうね、参考の予定になってます。まあ多分9時間はね、かかんないと思いますけど、まあちょっと一応ね、コースタイム的には9時間ってことなんで、まあちょっとね、そのスケジュール感で、まあうまくいけば山頂ね、行った時にご来光が見えるのかなというような感じですね。はい、今日はもう、ね、この時間で2時起きなので、休んで明日に備えたいと思います。それでは。おやすみなさい。ただいまの時刻2時10分です。3時スタートなので、ね、準備していきたいと思いますけど、いやこんなに早く起きると、調子が出ないです。ちょっとご飯だけ食べて、準備していこうと思います。ただいまの時刻3時6分。時間出ないけど。
はい、これから出発して潮見岳向かいたいと思います。はい、それじゃあ頑張っていきましょう。ちょっと伝わらないかもしれないですけど、天気回復して満天の星空です。ちょっともう少し明るくなってきたらね、ちょっと星空撮影できるようになると思いますけどね。あ、標準ありますね。なんだこれ、三伏山っていうのかな。2615m、まあ、ちょっと通過点なんでピークっぽくない感じですけどね。ちょっと明かりあれわかんないけど、稲谷の方の街明かりがちょっと見えますね。あ、あれ潮見じゃないですか、もしかして。ですよね。真っ暗で何も見えないと思うけど、ちょっと目の前にね、潮見が現れ始めました。ちょっともう少し明るくなってからな、いいでしょうけどね。本谷山到着。もうだいぶ明るくなってきたね。そして潮見もバッチリ見え始めました。稜線上がってきたら眺望広げました。千畳ヶ岳、そして貝駒ヶ岳で、今雲ちょっとかかってるのが北岳で、こっち側が会津岳です。で、こう野鳥岳についていく稜線ですね。で、ここの手前の尾根がずっとね、続いて千畳ヶ岳に続いていく千畳尾根です。で、今度振り返っていくと中央アルプスのね、ちょっと雲の中ですけど、北アルプスの乗鞍がちょっと見えてて、もうその向こうのね、北アルプスの稜線は後ろ立山の方に向かっていくと雲の中ですね。で、稲谷は雲海です。ちょっとものすごい雲海ってわけじゃないけどね。で、西の方を見ると、多分ね、あれが赤石岳で、その手前が荒川岳だとちょっと見えないけどね、多分上に上がるとすごくはっきりと見えてくると思います。いやー、潮見小屋着きましたよ。そして潮見の山陽がドーンです。めちゃめちゃかっこいい山陽が姿を現しました。いやー、いいね。あ、潮見小屋到着。トイレ。潮見小屋出発です。で、これから潮見岳アタックですね。で、ちょっと装備もクライミングモードに切り替えて、で、メットも着用してバッチリです。いや、もうほんとこっからはね、潮見めちゃ見える最高の、ね、展望を開けた場所なんでいいっすよね。じゃあちょっとね、こっからいっぱい動画撮っていきたいと思います。じゃあ頑張っていきましょう。見てください、すごいですよこれ。眺望最高ですよこれ。もうぐーっと登ってって、多分あの岩峰を越えて次のね、あの奥にあるのが潮見だと思うんですけどね。ちょっと風が出てきたんで、岩場に入る手前ぐらいでシェル着たいなと思います。ね、こっちの千畳尾根の方もずっと見えてる。北岳、会津岳も見えてます。いやー、いいね。ちょうど今雲の中に太陽が入って日差しが遮られてね、気持ちいいっす。
の白海の電車の取り付けまで来ました。いやすごいですよこれ。もうどでかい願望ですよ。じゃあラスト150頑張っていきましょう。写真撮ってからね、東方の方にまた向かい出てもあそこです。ちょっと撮影大会は場所違ったんで、ね、東方に向かいます。5分、トースターの5分、ね。いやー、今日は本当にタイミングが、フィークに、ね、調達したタイミングがぶんジャストで、ぶんジャストで、めちゃめちゃ最高の情報に恵まれてるんですよ。ね、富士山。ドーンですもんね。いやーいいね。よいしょ。白身だけ東方アルティクトに抜けた。やりました。こっちがもう斜めに傾いちゃってる。
か。ちょっと、ちょっともうちょっとここ集中取り回ししてきますか、ここ。で、ここだけもうちょっとちょっと立って、探って終わりたいと思います。滑らない。帰ってきました。遠かったね。いや、遠かった遠かった。もうケンさんもピンピンパンパンっすよ。このやつもなんか肌色ふかしました。乾いて。じゃあちょっと撤収して、準備していきましょう。三福峠越え撤収完了して出発します。いや、もう本当に。ね、9時間歩いてヘロヘロで、まあ、あと2時間から3時間の下山のコースですけど、いや疲れました。そして三福峠はね、いい山小屋でしたね。はい、まあ、とりあえず安全第一で、トリグラの登山口まで下山していきたいと思います。トリクロの登山口戻ってきました。やりました。暑かった。お疲れ様でした。トリクロの登山口戻ってきました。いや、今回はね、ソロじゃなくてこうケンさんとね一緒に、参考してきましたんでね。どうでしたか？初めての南アルプス。楽しかったです。楽しかったですよね。もう潮見も本当にねちょろいんですよ。もう日帰りで行く人結構多いんでね、この山。本当にサクッとね行ける山なんで、本当に初心者の方にもおすすめかなと思います。っていうのは嘘です。もうね本当にねめちゃめちゃ大変です。いやー本当ね、天場もね三福峠からめちゃめちゃ距離があるんですよ。なんでちょっとね潮見小屋までのね距離もすごいあったし、まあ、今日もどうですか、もう12時間近く。そうですね、ね、朝3時から。あ、3時ね。いや、本当にね、疲れました。いや、ただね、やっぱりこう、達成感はね、もうむちゃくちゃあるんでね、ちょっとこう、アルプス歩き慣れて、少しね、チャレンジングな参考をしてみたいな、南アルプスもちょっと歩いてみたいなって方にはね、すごくおすすめの山です。やっぱ最高、眺望最高なんでね、もう動画見てもらったら分かる通り、もう最高のね、眺望広がってましたんでね、そういう意味では、おすすめの、100名さんかなと思います。はい、というわけでね、もう、めちゃめちゃ疲れたんで、まあ、この後林道ね40分歩いて帰りたいと思います。はい、何かありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？もう疲れ果てて我々も何も言い残すことはないです。はい、この動画が良かったらましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録もの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。